第1部最後を飾るのはオペラ界随一のメロディーメーカープッチーニ作曲の歌劇ツバメからドレッタの素晴らしい夢。誰が美しいドレッタの夢を推測できたのでしょう。その真理が一体どのように燃えたのかを。ある日学生が彼女の口にキスをした。そしてそのキスは啓示であり激しい情熱だった。